通ります。もう始まった。レオンズこっち。皆さんぜひこっちの方に。はい、そうですね。あの救急救命士はあの薬剤限られたものしか使えないんですけども、まあ、医師が同乗することによって本当にさまざまな薬剤が使用可能になりますので、人工呼吸器ですね、あの呼吸状態の悪い患者さんに対してあの早期に人工呼吸器を接続可能となっております。地面に設置してこのまま、患者さんのまずは函館市内の転院搬送と、紹介患者さんの迎え搬送から始まりますけども、これからどんどん函館を越えて道南県地域住民の皆さんに貢献 していきたいなと思っております。私たちの活躍で皆さんに院内救命士のことを知っていただけたらいいなと思っております。